幸せというのは、いい大学に入ることでも、いい会社に入ることでも、そこで出世することでもない。自分で決めること。そういうことですよね。はい、どうもこんにちは。子供の心に火をつける MC、ミスター・オカッチです。自分がやりたいことを見つけて本気になれる、そんな熱い言葉を紹介してます。親子で一緒に見てください。そして、チャンネル登録よろしくね。今日紹介する熱い言葉は、最後は自分で決める。こう見えてもミスターオカッチめちゃくちゃ優秀でした。関西の私立では一番頭がいい同志社大学法学部に入学して、業界では世界ナンバーワンのイギリスの会社に就職しました。そしてその会社の中で営業成績トップ賞を3回受賞して、そして会社から3回ハワイ旅行をプレゼントしてもらいました。ヨーロッパ旅行も、そしてグアム旅行も。そんな感じで、どんどん給料は上がるし、出世するし、上司からも岡崎すごいなって褒められて、お父さんお母さんからもいい会社に就職したねって、お父さんお母さんは誇らしいよって褒めてもらえる。そして同級生のみんなからも、岡崎すごいな、羨ましいわって言ってもらえました。その時、ミスターオカッチは幸せでしたでしょうか？どう思う？その時に書いた日記を持ってきましたね。これです。じゃーん。25歳の時にミスターオカッチが書いた日記。いい大学に行って、いい会社に行って、そしてそこで出世をした時のオカッチ。僕は脅迫されている。結果結果を出さなければ、ノルマを達成しなければ、仲良くしてもらえない。だから、結果を出すために、毎日、毎日、全力で走らなければならない。助けてよ、誰か。いいかい？オカッチは、会社に入って3年経って出世した。その時が、人生で一番不幸やった、地獄やった、不幸せやってん。心が全然喜んでなかってん。なんでかわかる？それは自分で選んで自分で決めていなかったからやね。それまでの僕はいい大学に行って、いい会社に行って、そこで出世をしたら絶対絶対に幸せになれる、そういうふうに親、先生、大人から言われてきたから、言われた通りに生きてきたの。大人の言いなりみたいな感じや。自分で考えてない、自分で選んでない。なぜなら幸せになる道、レールっていうのは一つしかない。いい学校に行かなかったら不幸せになる。いい会社に行かへんかったら不幸になる。そこで出世しなかったら人生はダメになる。負け犬や。そういう風に教わってきた。だからオカッチもそう思ってて、このレールから一歩でも外れたらあかん。そういう風に生きてきたんや。自分で選んでなかった。大人の言う通り、言いなりに生きてきたんや。わかるかい？だからや、自分で選んでない、自分がやりたいことではなくて、やるべきことをやっていた。そういうふうにやるべきこと、やるべきことをやっていたら、自分がやりたいことは我慢しないとっていう気持ちになったり、自分がやりたいこと、この気持ちがわからなくなってきて、他のね、周りの声をたくさん聞いてたら、自分の心の声がわからなくなったんだよ。そして、ついには、何をやっても楽しくなくなった。今まで楽しかったダンスも、今まで楽しかった飲み会も、みんなで美味しいとこ食べに行くバーベキューも、全然楽しくなくなって、仕事のやる気もなくなって、何のために生きているのかわからなくなった。死にたいって本気で思ったんよ。その時にはっきりと分かりました。幸せというのは
いい大学に入ることでも、いい会社に入ることでも、そこで出世することでもない。自分で決めること、自分で選んで、自分で考えて、自分で決めること、選択すること、それが幸せなんやって気づいて、実際な、神戸大学の研究でもあんねん、2万人に調査しました。幸せな人と幸せじゃない人の違いは何か調べたんよ。その結果、幸せな人は自分で決めている、それがはっきりと分かったんよ。親の言う通りにやって、大人の言う通りにやって、それでうまくいってお金持ちになって出世したとしても、自分で選んでなかったらワクワクせえへん、毎日が楽しくない、幸せになられへんねん。だからあなたに伝えたい、最後は自分で決める、自分で選ぶ、自分で考える、それをどうしても伝えたい。だからマイクを持ってんねん。お父さんの言うこと、お母さんの言うこと、先生の言うこと、友達の言うこと、聞くのはオッケーです、聞くのはオッケーだけど、最後どれにしようかなって選ぶのはあなたです。あなたが選んで、あなたが決めるの。そうせえへんかったら、自分の心がわからなくなる。おかちがそうやった、わかる？自分が何が楽しいのか、何がやりたいのか、何が好きなのかがわからなくなって、ついには毎日鏡の前で笑顔の練習、笑顔の練習をしないと自然に笑えなくなったの。自分の気持ちがわからなくなってへんな。これ以上に苦しいことはない、辛いことはない。だからあなたが自分の心に正直になって、自分の心の声をしっかりと聞いて、周りの声だけじゃなくて OK、 そしてあなたが決めるの、あなたが選ぶんだよ。人生のレール、人生の道っていうのは一つじゃない。いい大学に行って、いい会社に行く、それだけが人生の幸せじゃない。あなたの幸せになれる、あなたが幸せになれる人生の道っていうのは、あなたがやってみたいって思ったことを進んでいく、その一歩一歩でその道ができていくねん。自分らしい人生、幸せな人生の道が、あなたがやってみたいと思ったことをあなた自身で決める、その一歩一歩で幸せになれる人生ができていくねん。おかっちはそう信じている。だから俺は、あなたが自分で自分の人生を決めて、選んで、考えて、毎日ワクワクして生きることを心の底から応援してます。はい、ということで、こんな感じです。子供が本気になる、あなたの心に火をつける言葉を、この熱い言葉シリーズではたくさん伝えていきたいと思います。ぜひ子供だけじゃなくて、お父さんとお母さん、家族みんなで見てもらえたら嬉しいです。はい、ということで、このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さんにおいては、子育てに役立つ情報を配信し、そして子供においては、君のやりたいことを見つけて毎日が楽しくなる、そんな動画を配信していきたい。だから興味がある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで、ジ・エンド、また会いましょう。バイバーイ。